どうもおはようからこんばんは、殿でござる。バリケーズ続きをやっていきましょう。見るとね、56日目の朝を迎えることがこのストーリーモードのラストみたいなんで、あとだから今晩と明日の晩乗り切ればストーリーモードはクリアとなります。終わりがね、刻々と近づいてきていますよね。防御に関しては前回から修正した感じで、メテオライターの弾薬は全部もう石に変えました。さっきね、地下に潜ってて、回転式がかなりね、石を取ってくれていたんで、で、さらには砂とかも作っておいて、で、これでガラスを作って、さらに火炎瓶の増産と、これで一旦今晩はいけるかなと。バリケードもどんどんね、強化しているんで、ラストの55日目の夜に備えて、一旦ちょっと温存していく感じかな。立ち上がったな。もうお前もう50回ぐらい立ち上がっているんだよな。首がないと思っていたら、その元々なくて、なんかメガ粒子砲みたいなのを撃ってくるという。最後のボス、これだったら本当どうしよう。左からもう来て、もうそうすれば手っ取り早いのにな。ね、こうして毎日毎日戦力の、ね、逐次投入をしていって、私に撃退されていってね。まだあれだぞ。あの赤ちゃん倒されたこと私ないからな。まだ、難易度は確かノーマルかな。まだ倒されていないんですよ。赤ちゃんほら、HP も400ありますし。で、前回で一気に攻撃力とか、いろいろ、成長しましたからね。最初はちっちゃいの。高さはね、上げていますから、インプとかハウントとかが来ても今までよりかは時間はかかると思うんですよ。左の方もうちょいなんかスプリングフロウォールか、あの辺置いといた方がいいかもしれなかったが、まあいいでしょう。まあ、どうせここ突破できないから。突破できないというか、かなりダメージを負うことになるから。もうある程度罠が壊れていたら、何らかのスパイクとか余っているんだったら置きますよ。スパイクレベル3か。レベル4にアップグレードしてもいいな。場合によってはもうこれ、あと1個なんですよね、レベル3。残りはね、あと中古なんですよ。そこだけがちょっと心もとないかな。で、ウーズか。ウーズが来る頃にね、修理はできないか。ファイアウォー、ああ、ここでもう耐久がなくなったから、こっちのウーズは燃やすことはできない。ここら辺の罠が破壊されるかもしれない。で、カタパルトは火炎瓶はね、レベル3の方に設定し直しました。オーグメントも手持ちの分を動員して、もうちょいね、その前回アビス層の最下層か一番下まで行った時にいろんなオーグメントを見つけましたが、あれもちょっと欲しいな。行けそうなら行けるタイミングでもう地下に潜ってもいいんですよ。防衛はね、絶対できると思うんで、行きますか。ラストダイブだな、これが。ダイブしながら時間はあるんで、回転式から資源を回収しましての、ここね、石とか砂じゃな、回転式もうどれが1号かわからない。おっと、でこっちにも右に2つ、ここもね、石をね頑張って取っているんですよ。ここの分がありゃもう次ぐらいはいけるでしょう。あのリゲインみたいに、あの24時間戦えますかみたいなんだったらちょっとやばいわ。じゃあな、2号3号で次はこの下で
さすがにやりすぎている分、ややカクつくか。結局君ら明日に到達することはなかったな。落下式1号2号。これまで私に協力してくれた皆さんみたいな感じの紹介になっている。でこっちに行って、のどっかで私金掘らせていましたよね。ここはチタン。銅があればそこら辺代用はできるし、もちろん金があった方がより効率的に資源はパーツは生産できるんですよ。銅はね、昨日の日中ぐらいでかなりの数をね、私自身の手で採取しましたと。前回ね、下に行った時はちょっと焦ってしまってちゃんと探索ができていなかったんですよ。でもうちょいかな。こんな下まで行かないとダメってね。落下式では無理だっただろうな。でここか。で赤ちゃんがいて、で左の方にタングステンじゃない、タングステンか、あれを取らせている回転式が、ああそうか、ドローンが回収しているから1個か。でさらにこの下、ほんとどこまであるんだろう。最悪爆弾を使う、1個あるんですよ。もうこれ以上罠が放置されているってないかな。2箇所発見したんですよね、塊的には。で木の根っこがあって、241掘り24、すごいな。あでもこっちタングステンばっかりだ。で瓦礫がありの、どこまで下があるかですよね。てかほんと鉱石ありすぎ。見えるはタングステンとか、あとはウランか。あで設計図、前回探そうと思ってダメだったんですよね。ウェーボライザー、テンダライザーのさらに上とかあったりするのか。なんか面白い設計図を入手。あとはないか。で左の方か、こっち見れていないんですよ。なんか真下に開いた穴、これはなんだ。うん、ちょっと下に行っただけ。オーグメントはちょっと一旦置いておこうか。いやでもまだ0時ですよね。掘る余裕はあるな。あったあった、やっぱり。やっぱりな。じゃあ回収させていただきましょうか。まあ、したところで。したところで。ポインターを、こうしての、こう。ならばいただこう要少し。あーで、落下ダメージで壊された。あーまあ、これはしょうがない。左の方にも大量にある。上行くか。まずは上から回収。で次はこの辺と。でそうしているがてらにオーグメント。まだあるな。よし、オーグメントいただきました。ほうほう、こんなところにも。あ、よかった。スプリングウォールか。あれのレベル3が4つ。いや、左にまだ3つある。じゃあ、いただいていきましょう。フェンスもあるんですね。あ、ここにもゆりかご。
こういうところを見ないと、なんかストーリー的に理解できないところがあったりしそうですね。おやおや、ここにもありますか。だからここまで来りゃもうバリケードとかああいう壁の強化ぐらいでもういいんですよ。だってこんなにあるんだもん。とかやっているとなんか赤ちゃんがとかなってゲームオーバーとか。これであらかた採取したのかな。でまだ潜ることができるから、もうちょい探そう。なさそうだな。じゃあ次はオーグメント。めちゃくちゃいろんな鉱石とあとは罠がありました。大収穫ですよ。3箇所ぐらいの塊で入手していって、あったあった。まだ4時だから、まあリペアとかもあるし、午後になるまでは潜っていようか。あ、でここで真ん中に戻ってきたのか。オーグメントはちょっとは入手できて、こっちの方もなしに。あ、で朝になった。いよいよ最後の昼。最後ぐらいあれでしょう、赤い月でしょう。いや、特別な情報はありません。普通に来そうだな、普通の物量で。あ、でこんなところにもこんなところにもありましたか。あの鎌みたいな罠もレベルが上がればあんな感じになるのか。てかここまで入手できているんだったら、もうバリケード的なものもなんか異様な気がするな。だから今回でラストになるかもしれないんですよね。56日目の夜もなんかあって、生存しなさいってなるんだったら、そらやりますよ。まあ、またね、暇な期間とかあれば、この先とかできるんだったらやってみてもいいしね。どこで積むかとか。じゃあいただいていきましょう。本当赤ちゃんいっぱいいるな。本当はもっと守っていたロボットがいたんでしょうね。だって廃棄されたのもありましたし。廃棄された私動かなくなった私とか。でこれだけ入手して、で回収っと。スパイクもあるな。見えそうなところはこんなものかな。あー、ここにもある。わー、なんかゆりかごが埋まっているの悲しいな。下の層の方ではもっといろんな激戦があったんでしょうね。で見える範囲のオーグメントはこんなもの。よし、じゃあ上に戻ろう。
で、この辺のワープと。よし。で、止めて。あらあら、ここも突破できなかったんですか？マジか。範囲修理をかけましての。意外と敵の進行って優しかったんですね。ほら、ここ突破できていないし。ここね、ここの壁。修復も楽そうだ。で、72,000。72,000ありゃ、カタパルトの耐久か、うわ、10万とか。あ、カタパルトの爆弾の威力。修理がまだ続くんで、で、火薬をね、作らせておりまして、ってことは、爆薬、爆弾、144個。これはラストで使おう。火炎瓶だってもっと必要ですから、燃やしてできたセラミックじゃなくてガラスの板、これを使って、さらに火炎瓶、火炎瓶ぐらいはな、最悪足らなくなるかもしれないな。まあ罠は大量にありますし、それを使って最後を迎撃していこう。ストーリー的なものあるんだろうか。しばらくないですよね、イベントとか。いいね、木材大量。あ、修理は終わったかな。うん、ダメージを負っているものはなし。あとは罠の数に限りがあるんで、この辺のまだレベル1とかそういうのをアップグレードしていこう。さて、準備がほぼほぼできました。ここまでね、もう強化しております。ここはね、あえて高さを低くした。ウーズが来た場合ね、透析機の攻撃も当たるようにここら辺で折り返すようにして、仮にインプとかハウンドが来てもこのエリアに入ればこのメテオライターで、カタパルトもね、もうレベル1はございません。レベル2とレベル3の混合で、この辺のね、強化セラミックブロック、これの耐久値がかなり高いんですよ。なんでこんな感じに設置してウーズとか来たとしても、この人の設置面、側面とか来られるとダメージが増えてしまうんで、そんな感じに設置しまして、ここもね、一マスであっても耐久値2400、例えばバリケードのレベル2でも7200ですし、こういう石のブロックは1600しかありません。ここはね、まだバリケードはね、一旦は残しておく。全部使い切るとなんかひょっと次があった場合とか怖いんで、そんな感じかな。あとはレベル、うん、この辺のレベル3とか作らせてはいるんで、まあ一旦これでいこう。ここもね、ちょっと段差を作ってみたり、ここもね、段差を作って攻撃されないように、2マス分高さあれば敵の攻撃とか食らないと思うんで、まあこっちもこんな感じかな。で、スプリングフロアの方か、こちらも設置しまして、で、こっちはスプリングウォール、耐久とかをね、あと攻撃感覚か、上げてみました。ヘルファイアはね、耐久値を上げた。これで1104、913、これで耐えられるかどうか。じゃあ行きますか。おそらくは最後の戦い。いや、やるだけのことはやった。ここもね。あ、一個これは違うな。これもちゃんと、石。メテオライター多分ね、一箇所レベル2はあれど、まあいいでしょう。
これでどこまで迎撃できるか。爆弾は今作らせているんで、最後の最後で弾薬を切り替えていこうかなと。いよいよ最後の夜か。赤ちゃん本当ずっとちゃんと、ご飯あげてますよね。でも最後にしては赤い月ではないというのがな。普通の夜。まあでも、まあまあ来る敵は最後っぽいかなっていう。いや、いいですよ。よく燃えるやつが先に来てくれるのはいいし。あ、で、ボマーの手によって、ヘルファイアーちゃんが破壊。いや、だがここが破壊されたとしても、まだまだ、まだまだ2箇所ありますよ。かなり弾け飛んでいったな。場合によってはなんか置き直してもいいんですよね。なんかあるかな、置いてあるので。カタパルトはそこ置いてもな。あ、で、次が来た。これをね、置かせておくれ。倒れてくれればいいんだがな。どうやら間に合わない。うわ、大量だな。やっぱり最後っぽい感じはするよね。で、右の方はどうでしょう。あ、ヘルファイアレベル3ね、まだ19個。19個あるからな。大丈夫、まだ耐えられる。なんかパパーっと罠的なもの置くとして、ちょっとやっぱり邪魔だな。どうせだったらヘルファイアの上とか。スパイクが壊されたらダメだから怖いな。圧殺。いや、痛いでしょうこれは。何、少し残ったか。だがまだだ、まだやられんよ。前線に罠を置くのはちょっと難しそうなんで、ちょいとこの辺にスパイクを足しておこう。隙間を埋めまして、の、最後ぐらい、この55日目の夜まで来ると、まあいくら早くても4時過ぎぐらいか、敵が来るのは。で、敵の第2波かな。まだこのエリアには君ら到達していませんからね。お、ついに来たか。投げられていく。投げられて、メテオライターの石に当たって、ここに落ちて、打ち上げられてコンボを食らうという。今のうちに打ち上がったタイミングで、回復。いやー、もうすごい塊。まあこっちはね、昨日よりも強くなっているという。最終戦において最大の火力。まだ爆弾もありますからね。次はランナー。罠100ってことはまだこれ以上は壊れてはいない。まだ敵がいないうちに、ここら辺のも回復。いや、こっちは耐久値あるから大丈夫だ。レベル1の時はね、やっぱりこまめに回復しないとダメだったんですが、レベル3ぐらいまで来れば、丸1日、この夜か、放置していても耐久値的には大丈夫な気がする。キャッチャーはスプリングフロアは効くのか。まだ突破できていないな。
で11時最後の戦いと思うのでそこはちょっとじっくり見ていきましょう。地下には潜らない。いいね、スプリングフロア2つあるんで、そこでもうかなり吹っ飛ばされているな。弾けている敵もいるんで、ダメージもちゃんと与えているんでしょうね。攻撃感覚とかノックバック、いやせめてここ突破しようぜ頑張るよ。まだ私のここら辺のエリアね、この超硬いこのバリケードのレベル4だって作ったんですよ。まあ確かにね、この55日間後半戦なかなかきついところもありましたけれどもね、なんとかアビスコンソールを起動して、こうして防御力と攻撃力を上げて、で56日目の朝を、まあ、おそらくは迎えることができるとここ突破できないかな。インプちゃん左ちょっと漏れていますね。一応はね、ここスプリングウォールは2個あるんですよ。高いところでも良かったかもしれませんね。いや、めちゃくちゃすごい敵の猛攻でもう突破されて、いよいよここまでってなった時に吹っ飛ばせれるようにと思って置いているんですよ。おや、敵がいなくなった。ここで満を持してウーズの登場。の前に耐久。登る前に何かできればいいんですが、そうはさせんぞ。ああ、置いてしまった。よし、燃えている間に、あ、もう設置はできんか。ということは左からもウーズが来ていそう。いよいよここ突破できないから、ならば私が行くかとってわけでもなし。漏れたインプはいるな。ここが破壊された時のためのこのスプリングウォール3連なのにな。ようやくインプちゃんが到達したと。抜けていったか、さすがさすが。だがここのメテオライターに倒される。でまだ当てれていないカタパルトもあったりするんですよ。メテオライターだってありますし。おや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 、こんなものですかな。じゃあもう爆弾使うまでもないですね。だって56日目の朝まで生存ですし、ということはこの夜を乗り越えればいいと。さあ、ヘルファイヤーの耐久値は上げております。この一番最初のやつが黄色でも半壊まではいっていない。だがもうもうまとわりついているな。いろいろやりすぎて相変わらず処理が重くなっている。いや、もう大炎上ですよ。もう下は上は天国でここら辺天国で下は地獄。私的にはもうここのフェンス壊されたらもう終了なんですよ4時もうほぼ突破できていないようなもんですよこれ後続のウーズ、私が来たら嫌な敵をぶつけてくるのはいいんですが、左側ウーズ来るの遅すぎるな。だってインプちゃん省いたら誰一人としてここまで来ていないですよ。でもようやくウーズが、来ているように見えるな。何体いるんだろうここ固まりすぎている。
お、ヘルファイア持っていますね。ここの HP の減少すごいな。一マスのね、積み重ねていってるんですよ。だが炎でやられる。いや、だがここは持っているな。もう死にかけですね。HP が赤になっている。ここを過ぎればもう燃やされるがままですが、だってここの壁持っていますもんね。だいたい2番目ぐらいのバリケードがある程度削られた程度か。あ、でもここの2番目のバリケードは突破したみたい。で、これで56日目。今夜も赤い月が昇ります。今夜が赤い月だったら56日目がラストなのかな。いや、最後としてはね、締まりない戦闘でしたから、じゃあ56日目を生存してクリアといたしましょうか。一応これでクリアなはずなんですがね。一応エングラム、私自身はもういいか。特殊ブロックも結局作れていないんですよね。これで作れるようになるか。レシピは設計図がないとダメとか。ってわけでもないな。あ、で、これはベーボライザーって何なんだろう。いや、大量に必要だな、これも。これは無理そうだな。じゃあ、この56日目の夜をクリアして、で、そこで終了といたしましょうか。じゃあ、今回はここまでにしましょう。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。では、さらばだ。